岐阜県道90号古川清美線、高山市清見町夏真谷にて、岐阜県道90号古川清美線は、岐阜県東古川町高野町会から岐阜県、高山市清見町夏真谷北平に至る、主要地報道である。伊志山トンネル北口、東古川町汗畑にて、東中心街の国道41号から、伊志山トンネルを経由し、 高山市の国道158号までを結ぶ。別名、日田宇の花街道。終点となる鉱山市側は近くに東海北陸自動車道日田清美みインターチェンジがあり、日田市と東海北陸自動車道を短絡する重要な道路となっている。もともとは小鳥峠を経由し、日田市河合町船原付近で、 岐阜県道478号清見河合線に合流する車道が県道として指定されていたが、2002年7月15日に、共用が開始されたふるさと、林道あぜ畑彦谷線を、同年12月1日に県道として昇格させ、路線を付け替えた経緯がある。なお、旧ふるさと林道あぜ畑彦谷線上にある延長を4475メートルの、 岐阜山トンネルは完成当時、日本最長の林道トンネルであった。旧ふるさと林道和瀬畑彦谷線にあたる区間は、片道1車線の改装路である。起点から、岐阜県道479号、古川堺税48滝国府線交点までの区間において、道路改良工事を行っており、1期目の区間が完成。 完成区間より県道479号交点が1.5車線程度の境外参道となっている。全区間が完成すると支障なく大型車の通行ができるようになる。なお、積雪時には大型車のみ通行止めとなることがある。沿線には古川城石、道の駅日田古川伊部市が点在する。国道41号と岐阜県道480号。 日田古る停車乗線との交差点、日田市古川町にて、ありがとうございます。